皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はアストリアアセンディングのファミ通紹介をしていきたいと思います。王道 RPG の醍醐味を踏まえたゲームシステムと運命と犠牲をテーマにした冒険が描かれる RPG です。世界の運命を委ねられた8人の英雄の中から1人を選んで、ダイナミックな気象システムで命を吹き込まれたオルカノンの世界を冒険します。運命と犠牲、なんとも殺伐とした雰囲気ですね。まあ運命に立ち向かって自由を勝ち取るみたいなやつは結構好きなんですけどね。まあとりあえずそうですね、本日発売されたということで、まあ楽しみなゲームではありますね。まあ一応 RPG という、なんかタクティカル RPG といった感じですかね、見た目。なんかファイナルファンタジーのような戦闘システムといったところですかね。まあそんな感じで今回はこの辺で、アストリアアセンディングのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。